前、松山市内の友内銀行松山支店に押し入り、行員2名を殺害、現金1000万円を奪って逃走した犯人が現在愛媛県北部の山中に潜伏していることが分かりました。これを受けて愛媛県警は今夜半から大規模な山狩りを行おうとしており、付近の住民に捜査の協力。もう嫌、気が狂いそう。大丈夫か？大丈夫なわけないでしょ。もう嫌、本当に嫌。下ろしてよ。アナ、落ち着け。どうして田村先生はそんなに落ち着いていられるの？俺だって怖いさ。じゃあどうして？もう引き返せないんだよ。腹をくくるしかないだろう。お願いだから早く下ろして。下ろすよ、もう着いたから。そろそろ落ち着いたか？ここまで来たらもう引き返せない。君もいい加減に腹をくくるんだ。なんで、なんでこんなことに？まだそんなこと言ってるのか？先生がさっさとあの人と別れてくれればよかったのよ。離婚はそう簡単にできるもんじゃない。それくらい君にだってわかるだろ。そんなせいよ、もう何度も聞いたから。私帰る。歩いて帰るつもりか？途中で誰かに見つかったらどうするつもりだ？今はまだ人目につくから夜を待つんだ。そして全てを終わらせよう。男は拳銃を所持しているため十分に注意してください。続いて次のニュースです。先週から始まった振り込め詐欺撲滅キャンペーンで、日も落ちたしそろそろ行こう。夢なら覚めてほしい。大丈夫だ、きっとうまくいく。うまくいくわけない。俺を信じろ。田村先生を信じたばっかりにこんなことになったんじゃない？待て、どこへ行く？私は関係ない。全部先生が一人でやったこと。今さら一人で逃げようってのか？もう嫌なの、全て嫌。先生の行き当たりばったりなところも嘘つきなところも全部全部嫌。先生の言いなりには絶対ならない。お前、ご旅行ですか？あ、いや、まあそんなところです。いやね、こんなところに車が止まってるから気になりまして。これから宿に向かうところなんですけど、女房がダムを見たいっていうもんですから。なるほど。では私たちはこれで。
動くな。お前、松山の銀行を襲ったやつだな。さっきラジオで言ってたぞ。俺はもう二人殺してきてる。あと何人殺そうと同じことだ。その子を離せ。その子、さっき女房って言ってたよな。どうだっていいじゃないか。おい、財布よこせ。なぜだ、金なら銀行で奪ったものがあるだろ。すぐに使うわけないだろう。足がつくからな。当面の軍資金が必要なんだよ。これだけで十分だろ。田村望む。へえ、あんた大学の先生か。それがどうした。ってことはこの女は教え子か。どうも訳ありみたいだな。あとはこいつも起こせ。待て、車だけは。分かった、言う通りにする。先生、お前俺と一緒に来るか。え、さっきそいつに殴られそうになってただろう。一緒に逃げるか。私は。ふざけるな。おいおい、マジになんなよ。こっちはくだらねえ長屋喧嘩に首突っ込んでる暇ねえんだよ。先生、あんたさっきラジオ聞いたって言ってたよな。ああ、ここに来る途中で。警察の動きはなんて言ってた。山狩りをするとか。予定変更だ。あんたらにも来てもらう。な、警察はもう近くまで来てる可能性が高い。人質として同行してもらう。危険すぎる。県境を越えるまで先生が運転しろ。検問があるかもしれねえ。前はどうするつもりだ。俺はあそこに。おい女、お前も一緒に来い。どうして。いいか先生、そのまま警察に駆け込むなんてくだらねえ真似すんなよ。少しでも妙な動きをしたらその女道連れにしてやるからな。開けろ。何しやがる。早く開けろ。なんだこれは。なんだ。こいつは驚いた。先客がいたとはね。え、このお客さんどうするつもり。ここに捨てていく。なるほど。俺たちは運命共同体ってことか。